南高専病院だと俺だ天気はいいで今日行こうかあちるもんか天気はいいで今日行こうかあちるもんか涼しいで今日行くかいだろなそんな急に決まるんか昨日のなまだねなんとかなるんだけど、うん、で話しておったあの辺からちょろっと出てくるわゾロゾロゾロっとあのさ、2回僕説明せんならんからさちょっと撮ってみて2階や2階で撮っとって自分も撮るから人が、うんうん、自分も撮って自分です説明しながらお呼びの師匠へ、ようこそ来ていただきましてありがとうございます。私たちはですね、この3におりますけど、ここの企画運営会というのがありましてね、その中の委員の森川です。こちらが板川です。水野おひげさんですが、水野さん。で、お呼びの師匠は初めての人はいるかな？ちょっと初めての人を手挙げてくれるかな。3、4人見えますね。ここはもともと銀行だったんですね。で、明治40年頃に建てられて、100年経つんですね。で、今ではね、イベントをやったり、展示をしたり、あるいは今日はね、ここで民謡の練習をやってみるんだよね。習い事をやってみたり、あるいは会議をやったり、そういうところです。で、展示の方はですね、皆さんの学校の羽黒小学校の歴史と教科書展、今そこにチラシを持ってみるでしょ。それを今日は見に来ていただきました。で、1階はね、1階と2階と分かれとって、1階はね、羽黒小学校のことを特にやっております。で、2階は教科書の古い教科書ね、新しい教科書まで、展示してます。で、まずね、半分ずつね、分かれていただいて、で、先生、半分ずつに、はい、
はい、はい、いい感じかな、はい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 、まだ今なのかな、うん、今ちょうど運動会の一緒にやってるんで、うん、今は交通してた、うん、4年生もっと持ったんだけど、4年生ね、まだ5年生まで、そう、5年生、5年生、5年生、はい、ありがとうございます。4もね、行かなかったんだけど、うん、ちょっと、うん、警察職長もので、最近ずっと行ってるのかな、あやばい、あ、見るよ。
読めるこれ。
でこれは明治の25年頃の地図で家が5時前で田んぼとか山を分かれて、こっち来ると長者別荘団地とか表現団地。おじゃあの2階に教科書が展示されますので、これ学校の